はい、皆様改めましてこんにちは、市立柏高校吹奏楽部でございます。午後2回目の演奏ということで約、1時間程度ですね、演奏を聴いていただければと思います。暑いのでどうぞ水飲んだりビール飲んだりしてもらって全然問題ありませんので、聞いていただければと思います。午前中駐車場の方にね3000人ぐらいのお客さんいたんですけども大丈夫ですか、落ちないでくださいね。あ、2人しかいませんね、はい。それでは、演奏を始めていきたいと思います。まず1曲目ですが、サムスカンクファンクという曲と、SJ&P という曲、2曲続けて踊り付きでお送りしたいと思います。Thank you.
ありがとうございました。はい、いいですよ。はいはいはい、サムスカントファンク XJ&P という2曲聴いていただきました。今はちゃんと分かってます。ロンドンデビューやらないっていうのは分かってましたね。はい、午前中間違っちゃったんですね。この本当は2曲目こうつなげなきゃいけないところ忘れちゃったんです。なので午後はつなげません。さっきやっちゃったんで、はい、ロンドンデビューって曲やるはずだったんですが、さっきやりましたんで、やりません。はい、次の曲に行きたいと思います。あ、お昼食べてきました。大丈夫ですか、午前中から。僕はあそこ今ワクワク広場で現象の唐揚げ弁当食いました。うまいですね、やっぱり現象間違いないですね。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。次の曲は最近の J-POP を、並べました。愛の形、ケセラセラ、学園天国と3曲続けて、お聴きいただきたいと思います。周りに座ってるのはあれコーナーロ人形ってないですからね。1年生です。1年生も歌いますので、踊ったりしますので、ぜひそちらもご注目ください。それでは、J-POP のメドレーです。はい、ありがとうございました。J-POP のメドレーを聴いていただきました。まあ、今ちょっとワクワク広場の話したんですけど、まあ、いっぱいお店入ってるんですけども、いや、うち卵はワクワク広場のあれです、段ボールに入ってるやつ、美味しいですよね。もし帰り、今
今日入ってますかね。入ってました。あ、知らないですあの玉も美味しいですよ、はい、これであの湘南の、ね、道の駅行ったらね、向こう玉なんて言っちゃったりしてね、あ、すいません、全然わかんないですよね。はい、この玉も美味しいです、ぜひ。はい、では次の曲いきたいと思います。次の曲はですね、ジョン・レノンが、作曲して歌ってヒットしました、イマジンという曲を、アルトサクソンのソロでお送りしたいと思います。まあ、あの平和をね、祈った曲ですので、ぜひお聴きいただければと思います。イマジンです。
ました、アルトサクソンのソロで、イマジンを、聴いていただきました。次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、ジェラートコンカフェという曲です。真島俊夫先生という、まあ、吹奏楽界の大先生ですねが作曲しました。ちょっとあの吹奏楽にしてはだいぶおしゃれな、曲になってます。特にあの色物ありません。前に出てきて何かやるとかはないです。あの音だけなので、なんかそんなこじゃれた感じを聞き取ってもらえればと思います。ジェラートコンカフェです。ジェラートコーンカフェという曲を演奏していただきました。ちょっとハンカチね、飛んでっちゃったね、これね。よいしょ。これハンカチないと結構大変なんですよ。日差しが強いと俺ここかぶらないとこれ結構痛いんですよ、これね。次の曲に行きたいと思います。次の曲なんですが、7月の最後に、出演しました27時間テレビ、27時間テレビのオープニングとですね、あと次の日の100キロマラソンの応援演奏ということで呼ばれして行ったんですが、そこで演奏した曲を、ご披露したいと思います。まあ、あのなんか結構あの生放送だったのでリハーサルを何回も 2日間ぐらいにわたって行ったんですけども、なんかごめんなさい、僕のなんか勝手な印象でこう笑い芸人の方ってずっとああいう感じなのかなと思ったら違いましたね。かなり真面目でした。皆さんもうきっちり皆さんご挨拶していただいて、あ、こんな感じなんだなんて、思って、そんなで、勉強になったねなんて、生徒と話しました。さあ、この曲ですけども1曲目、なんだっけな、ランナー、爆風スランプのランナーですね。で2曲目が、愛は勝つ、そして最後は負けないでと3曲、続けて演奏したいと思います。Thank you.
目を避けたロカルームで君は少しうつむいてもう戻れはしないだろうと握ったね。限りのない少年の季節は過ぎ去ってく風はいつも強く吹いてる。走る走る俺たち流れる汗の泥のままにいつかたどり着いたら君に打ち明けられるだろありがとうございました。マラソンのメドレーを聴いていただきました。さて、次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、今年で柏市制、70周年ということで、まあ、あちこちで演奏してるんですが、柏ハッピーという曲を聴いていただきたいと思います。これは20年前、の市制50周年の時に柏市を挙げて作った曲なんですが、結構歌詞がね泣けるんですね。当時柏は五中の生徒さんだったかなが歌詞を書いて、でうちに勤務してました田島勉先生という方が作曲しまして、それでそうですね、20年前の小中学生だったら必ず歌えると
という曲なんですが、ここにいらっしゃる方はどう見てもちょっと厳しい感じですかね。20年前の小中学生なら歌えるはずです。もしご存知の方いらっしゃいましたら一緒に歌っていただければと思います。歌詞はハッピーです。私はハッピーという曲でした。もう20年前の曲なんですが、しれっと70周年記念曲ですって言って演奏し続けちゃうかなと思ってます。はい、それではもう時間もね、いい感じですのでどんどん行きたいと思います。次の曲ですが、アフリカンシンフォニーという曲を演奏したいと思います。甲子園なんかでよく野球の応援で吹奏楽ね言いますけども、よくこれ流れてる曲ですね。アフリカンシンフォニーという曲、なんかこの旋律聞いたことあるなという方いらっしゃるかもしれません。その編曲がですね、だいぶ様変わりしました。新しいバージョンができました。ちょっとジャングル感、ジャングルじゃないですね、アフリカは大地か、なんかいろんな動物が聞こえてきますので、そんなのも注目して聞いていただければと思います。アフリカンシンフォニーです。
とうございました。アフリカンシンフォニーという曲を、演奏しました。なかなかあの面白い奏法が入ってました。これフラッターなんていう、なんかあんまり使わないんですけども、こう口の中ルルルルってこうやりながら吹く場所があるんで、それがゾウさんなんですね。ちょっとラッパやってみてくんない？ 1,2 あのそのフラッターのところ、はい、構えて 1,2 ブルルルル、みんなで、みんな1番だけ、みんな、はい、行くよ、せー 1,2 ちょっと聞こえませんね、なんかあんまりさっきの方が良かったですね。これ口の中ルルルルってやってるんですよ。で、変な音がしてます。これフラッターなんていう曲ですね。はい、アフリカンシンフォニーでした。さて、次の曲です。次の曲は、お待たせいたしました。多分バッチリ年代じゃないですかね、昭和50年代の曲を、並べてみました。松は北酒場、ルビーの指輪、そして最後は恵みの人と、4曲続けて聴いていただきたいと、聴いていただきたいと思います。Thank you.
たむとなさまてんうわさはしるよめしゅぎょんのみずながしゅんばあれよいいそばそうがそうだせめしげなんだもとながしめあらへんなこと起こるぞおたけめはい、ありがとうございました。昭和50年代のヒットメドレーでした。周りで踊ってる1年生で、ね、これあれなんですよ。一応なんかスクールメイツをイメージしてやったそうなんで、なんかちょっとやっぱりね踊りがダッサい感じがいいですね、またね。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。次の曲ともうあと 2,3 曲で最後になります。午前中も言いましたが絶賛アンコール活動実施中ですので、もしよろしかったら、拍手の方していただければ、アンコール2時間ぐらいありそうなやらないですね、少し、演奏させていただきたいと思います。それでは、次の曲です。宝島という曲をお聴きください。宝島という曲を聴いていただきました。今前に出てきましたこれさ、サクソフォンパートですね。あ、いいですよ、引っ込んでもらってね、それ以上説明しませんからね。はい、さっきも人数いったんだよな、22名です。さっき数えました、間違いないです。
午前中ちょっと人数分かんなかったんですけども、1年生から3年生で22名そんなにいるんかい、すごいね。はい、22名のサックスのソロをお聴きいただきました。さあもう時間もドンピシャリですね。次の曲で最後になります。2曲続けていきます。1曲目が、松田聖子さんが歌いました瑠璃色の地球という曲ですね。そして、2曲がトゥモローという、合唱の曲をお送りして最後になります。その後拍手が長く続けば、予定の行動に移らさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、2曲続けてお聴きください。本日はどうもありがとうございました。
い、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、アンコールということで、2曲演奏させていただいて、1曲目はあの皆さんご覧いただいてですね、2曲目はそのまま更新曲ですので、音に合わせてお帰りいただければと、その前にお買い物してくださいね。行っていただければと思います。では1曲目テキーラという曲、そして2曲目お見送りでオンザモールという曲を2曲続けて演奏したいと思います。それでは、今日、ね、2回公演、たくさんのお客さん来ていただきました。また、来週も再来週もいろいろなところで演奏あります。あの学校のホームページとか見ていただければあの予定載ってますので、ぜひまたそちらの方にも、お越しいただければと思います。どうも本日はありがとうございました。
本日は2回続けて、講演聞きに来ていただいた方もたくさんいらっしゃると思います。本当に暑い中ありがとうございました。また来週再来週と演奏会続いてきますので、またそちらの方にも、足を運んでいただければと思います。もうこれ以上出ませんので、暑いですから、これ聞きながら涼しい方に行ってもらえればと思います。本日は、長い時間どうもありがとうございました。